こんにちは、ネイリストのぞみです。今日はマットなポコポコネイルを作っていきたいと思います。ポコポコネイルを作るときに長さ出しなどで使うアクリルパウダーを使っていきます。今日はこちらのアイスクリアというパウダーではなく、コンペクリアパウダーを使っていきます。こちらのパウダーはアイスクリアのパウダーと違ってコンペなどで使うため、少し固まる速度が速いパウダーとなっています。アクリルパウダーは室内の温度が低いと固まる速度が遅い特徴があります。今日は部屋の中が寒いため、早く固まるこちらのコンペパウダーを使ってボコボコを作っていきたいと思います。アクリルリキッドもネイルでダンスのものを使っていきます。先にベースジェルを塗っておきました。未硬化ジェルは拭き取っておきます。ここにアクリルパウダーを乗せていきたいと思います。小さなボールを取って、しばらく時間を置いた後に筆をキッチンペーパーで拭き取って形を作っていきます。凹凸が出るように真ん中の部分は凹ませておいてみました。こんな感じでどんどん他の指もボコボコを作っていきたいと思います。ここから早送りで再生していきます。アクリルパウダーをきれいに取るコツですが、適切な量のリキッドを筆に含ませて適切な量のパウダーを取ることにつきますね。この感覚は何回もこういったボールを作って取って作るという、そういう練習を繰り返すとなんとなく感覚がつかめてくると思うので、何度もアクリルボールを取る練習をしていってみましょう。親指のボールは少し他の指よりも多めにアクリルパウダーを取ります。大きめに凹凸を作っていきたいと思います。上からカラージェルを塗っていきます。今日使うカラーはニコジェルの1番。この1番は少し透け感のあるカラーなので、仕上がりはマットに仕上げたいと思うので、このニコジェルの25番と混ぜ合わせていきたいと思います。その後トップジェルで先端をコーティングした後にマットトップジェルでマットコートに仕上げたいと思います。それではカラージェルを作っていきます。ニコジェル1番を結構量を多めに取っていきます。柔らかいジェルで結構伸びますね。25番は固めのジェルです。少しだけ取って混ぜ合わせていきます。ちょっと量が足りなかったので1番をもう少し追加していきます。しっかりと混ぜ合わせていきます。シャルトワのアンカージェルブラシフラットで塗っていきたいと思います。小指からどんどん塗っていきます。ここから少し早送りで再生していきます。デコボコ部分はムラになりやすいので、一度塗りだけではきれいに塗ることができないので、二度塗りしていきます。凹凸のあるこのへこんだ部分にジェルがたまりやすいので、均等に塗れるように気をつけながら塗っていきます。
5本塗り終えたらライトで硬化していきます。カラージェルの2度塗り目をしていきます。2度塗り目でムラをなくして、凹凸部分もクリア部分がないようにしっかりとカラーを塗っていきます。カラージェルが垂れていくのが気になったら1本ずつ硬化していった方がいいです。この凹凸部分にジェルがたまりやすいので1本ずつ硬化していくと均等にムラなく仕上げることができます。5本塗り終えたら LED ライトでしっかりと30秒硬化していきます。プレストのハードジェルとタチのアートショコラスティックロゼで爪先の3分の1にハードジェルでコーティングをしていきます。マットコートを塗る前は必ず先端部分だけでも大丈夫なので、固めのジェルでコーティングしてあげるとその後のジェルの持ちが良くなります。エッジ部分までしっかり塗ってライトで硬化します。最後にプレストのマットトップジェルで全体をコーティングしていきます。少し撮影するのが失敗して爪の部分が見えませんが、すいません。このマットトップジェルは柔らかくて流れやすいので 2,3 本塗ったら最初にライトで硬化します。残りの塗ってない指を塗っていきます。マットジェルもしっかりサイド部分とエッジ部分まで塗って硬化していきます。未硬化ジェルを拭き取っていきます。これでデコボコネイルが完成しました。凹凸がかわいいカジュアルな印象に仕上がりました。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。